だね。これこれは何が起こってるか皆さん理解できるんでしょうか。多分タイヤが両方回ってないとあれですよね、気づきますよね、うん、こんなになっちゃうんだね。まさか俺の運転についてこれなかったですね。運転についアムロの運転についてこれなくなったガンダムみたいなもん、ね、壊したと言いますけど。イオンの原因のドラ車なんですけど、ちょっとね、分解して見てみたらこのように多分ベアリングがの周りについてるこのリングというか、それが割れてしまったみたいで、多分こんな感じになっちゃったみたいです。中も割れちゃってます。で、一応グリスの方はこれ純正のままなんですけど、モティーズさんの耐熱のグリスにすることによって、ちょっとまあ、こういうのがね、予防というか抑えられればという感じで、耐熱仕様にグリスを打ち替えて、新しいドラ車を組んでもらいましたという感じです。あんまり多分 VAB でGV とかもあんまり、まあ、いるんだろうけど、あんまり聞かないんですけど、今回はこんな感じで割れてしまいました。はい。